DJ サイレンゴー MC プレイプレイヤー地下のゲイ桜坂スキャンギュスターシップ Yo アジアの島に大陸から見れば神風武士の国白く染まるため息を殺しで交わるそれぞれの道の愛や戦うしかないならお疲れ様です。お疲れ様です。今日は、はい質問で、はい、MS-13 について知りたいっていうコメントが結構ありましたね、はい。サルバドールのその MS-13 のやつらはちょっとやっぱ一般常識もちょっと通じずにもうなんか人殺し集団みたいな感じになっちゃってるんで、カリフォルニアの刑務所の中にはその連邦政府の刑務所の中にはいないんですね。で大体殺人って連邦政府の管轄じゃないんですよ。 FBI の管轄じゃないんでステートの方に行くんで大体サンクイントンとか LA カウンティーっていうところに行くとそのサルバドール専用のユニットとかあとカンボジアギャングもそうなんですけどカンボジアユニットっていうのがあってロングビーチとか行くとカンボジアのギャングと地下のたちが刑務所の中じゃなくて外でですね抗争を絶えずしてるんですね。今の時代もちょっと分かんないですけどその自分がいた頃は、とにかくそのカンボジアギャングっていうのはもうなんていうんですかねやっぱ人間生まれてやっぱみんな道徳っていうものがあるじゃないですか。でやっぱねその地下のに関してはやっぱ家族愛もしっかりしてるしそういうなんですかね親を立てるとか親を大切にするっていう、ね、そういうやっぱ、ね、道徳がありますよね。だけどそいつらはやっぱその、ね、その道徳自体がないから一般常識で物事を会話ができないんですね。だから例えばねこれはこういうものだよって言ってもそれが理解できないわけですよ。だからすぐ殺しちゃうとか例えばじゃあ例えば自分とそいつが喧嘩になりますよね。そうするとね自分だったらそいつだけを殺せばいいわけじゃないですか。だけどその MS-13 だったりカンボジアギャングに関してはね対グループになっちゃうんですね。だから例えばじゃあ自分の家にホーミーたちがじゃあ5人ぐらい集まってたとするんじゃないですか。でそこにドライブバイっつって車にみんな箱乗りして AK-47 とかで乱射してくるわけですよ。だけどそこを歩いてる人に普通のおばさんもいるし子供たちも歩いてるわけじゃないですか。そういうのを巻き添えにしても何とも思わないんですね。でそれでみんな何ですかね箱乗りでドライブバイっていうんですけど車走りながら乱射する。でやっぱ普通の子供が死んじゃったり普通にセブンイレブン行こうとしてるおばさんが巻き添え食って死んじゃったりとかがものすごく多くて、で一応その FBI の方でドライブバイはしちゃいけないっていうそういう決め事みたいのを作って、やっぱ地下のたちはやっぱもちろん分かりましたね、そういう黒人たちのギャングもは、ね、そういうのはやっぱ良くないからやめよう。だけどそのカンボジアギャングとか MS-13 に、ね、そんなの関係ねえってずっとそういうのを繰り返してるわけじゃないですか。でやってんのも本当に、ね、11歳12歳の子供がそうやってドライブバイしてるわけですよ。でもう、ね、そういう普通の人を巻き添えにして殺しても何とも思わないですね。だからやっぱ仮に刑務所に入ってきても他の囚人と普通の会話ができないわけじゃないですか。だからそういう専用 のカンボジアユニットだったりそのサルバドール の、ね、専用のユニットでその人種だけを入れているユニットを作って、だから自分たちが接触することは中ではないですね、うん。育つ環境が変われば変わるってことはあるんですかね、その人たちは。どうなんですかね、もう入れ墨に関してもなんかもう全部黒く塗りつぶしちゃったり顔を彫ったりとか、まあなんですかね、その本人たちにしたらその意味のある入れ墨なのかもしれないですけど、自分たちから見て
意味もへったくれもないようにしか見えないし、会話をしてもとんちんかんで、この間言ってた5150じゃないですけど、もう話にならないですよね。考えさせられますね。そうですね。やっぱりアメリカはもうなんていうんですかね、やっぱり日本と違って世界中の人たちがやっぱりいるじゃないですか。でやっぱその国々でやっぱね、育ってきた環境も違うし、ね、そういうコーチャーも違うし、ね、やっぱり日本人が当たり前だと思ってることはね、その人たちの人種では、ね、全然こんなのおかしいと思う、ね、やっぱもうその国それぞれでみんなやっぱ違うわけじゃないですか。でそういう人たちが集まってる国がやっぱアメリカ合衆国っていうところで、だから刑務所の中にもやっぱそういう人たちがね、もう本当に外で見ないような人種の人もいっぱい来るわけじゃないですか。やっぱそういう人たちと話してもやっぱある程度そういう道徳とか教育ができてない人とは話しても会話にならないんですよね。だからやっぱ最低限度のその教育だったりエデュケーションはやっぱ人間は必要なんだと思いますね。ね、日本人の痴漢のカルチャー、日本人の痴漢のカルチャーは自分がアメリカの刑務所に入って少し経ってから、その頃ちょうど日本でもローライダーっていうのがなんかすごいブームになって、ローライダーマガジンっていう雑誌があって、それが刑務所の中まで取材に来たんですね。で取材に来て、でその頃はまだ刑務所の中もローライダーショーを中でやってたんですよ。でそれの取材に来て、で撮影したりして、でその中やっぱ自分日本人一人で写真写ってて、でその時に刑務所にいたホーミーたちみんな一緒に写ってるわけじゃないですか。刑務所の中でローライダーショーがあったんですよ、94年までは。はい、ポッピングまではやんないですけど、そういう作った消火を中で展示して囚人に見せるっていうのをやってたんですね。でだけどその車の下に張り付いて脱走したやつがいて、それから亡くなったんですけど、で日本のローライダーマガジンが取材に来て、で写真を撮って、でその下にその K さんと文通した人はここっていうので、でめちゃくちゃ手紙が来たんですよ。で手紙が来て、でそれこそ本当に16、7の男の子たちがしょっちゅうアメリカまで面会に来たりとか、刑務所まで面会に来て、いまだにその子たちと付き合いありますからね。もうその子たちもう40近いですからね。でそういうのがあって、手紙も山ほどもらって、で出てきたら結婚してくれまでありましたからね。で結構だから手紙のやり取りとか結構してて、それが96年ぐらいですかね、その雑誌が出たのが。で TBS とか日テレとか取材に来たりとか、結構アメリカの刑務所そういうとこは柔らかくて、そこの刑務所の所長次第で結構取材受け入れしてくれて、その時にいろいろやっぱ向こうからそのローライダーマガジンを送ってきたり、あともう一個カスタムローライディングっていう雑誌があったんですけど、そういうので洋服屋さんが何ですかね、売ってる洋服を数値販売とかでチラシ打つじゃないですか、広告打つじゃないですか。それ見て赤い T シャツに13番ついてたりとか、でそういうので、いやこれはもうおかしいね、こんなのありえねえじゃんって、やっぱみんなホーミーたちがね、やっぱほらね、例えばじゃあノースサウスで分かれてるのって、もちろん番号も分かれてるけど、日本じゃそんなの気にしてないから、そうです。で好き勝手に作って販売してるわけじゃないですか。はい、そういうのがすごく一時多かったですね。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございます。
高しギャングだ。桜高しギャングだ。桜高しギャングだ。真相命は一瞬めくりめくって今は善な気分浸透メイキャップ欲望捨てたら揃った国心層過ぎた昨日より大事な今日罪と罪は消えないが卒業だサグライブ、俺は俺の今を咲かせて散るだけだ、right.